FC 東京 U18 より今季加入いたします熊田直樹選手。熊田選手は2004年8月2日生まれ、福島県出身。左足のシュートとフィジカルの強さが武器です。続いては FC 東京 U18 より今季加入いたします東蓮太選手。東選手は2004年6月17日生まれ、山口県出身。守備力と空中戦が武器の選手です。2022年より加入、高卒ルーキーながら主力として活躍、松木玖生選手。今シーズンも注目が集まること間違いなしです。FC 東京 U18 から加入することが決まりました熊田直樹です。よろしくお願いします。同じく FC 東京 U18 から加入することが決定しました東蓮太です。よろしくお願いします。はい、そしてちょっと笑顔が出ましたけども、最後に松木選手よろしくお願いします。松木玖生です。サポーターの皆さん、昨シーズンは応援ありがとうございました。今日はよろしくお願いします。知った時は、正直あんま驚くことはなかったんですけど、その時から今シーズンの気持ちの部分だったり体の部分でいろいろ戦う準備をしてきています。意気込みはいかがでしょうか。開幕スタメン目指して頑張りたいです。知った時はまず、親やスタッフへの感謝の気持ちがとても大きくて、あとはスタートラインに立ったっていう覚悟がとても大きかったです。で、準備していることは、体の面だったり気持ちの面では、準備しているっていう自信があります。意気込みは、今熊田が言ったように開幕スタメン目指して頑張ります。自分としてもすごく、飛躍の年だったかなというふうには思います。それは自分以外に先輩方の支えだったりだとか、監督、コーチ、スタッフ、トレーナー含め、いろいろな方々に助けられて、こういう結果を残せたと思うんで、すごくいい年だったかなというふうに思います。やっぱり自分の売りとしては体の強さなので、筋トレの部分だったり、J リーグで体のあたりで負けたくないので、そこは去年今年にかけてすごく、気持ちを入れてやってるところです。今シーズンはチームとしても天皇杯、ルヴァンカップ、そしてリーグ戦と全部のタイトルを目指すつもりなので、自分もそこに少しでも貢献できるように、個人としても結果を残していきたいと思います。ユースとかだと、ありましたね。今だと新加入なので別にそこまで意識することはないんですけど、今年つける番号は自分の番号になればいいかなと思ってます。ちょっと松木さん、なんかちょっと物言いたそうです。謙虚ですねめちゃくちゃいいと思います、合格出ました。自分は結構こだわりがあるんですけど、今回は新加入なんで、ちょっと、そうですね、自分の好んでる番号じゃなかったんですけど、その番号も好きになれるように、活躍の年にしたいなと思います。松木選手いかがでした、その東選手のコメントは。合格です。合格ですか。こだわりがあると思う、ユニフォームの着用した感想どうですか。ちょっと聞いてみましょう。軽くて襟もかっこくていいと思います。東選手はいかがですか。いや、言われちゃったっすね今。言われちゃいました。襟がかっこいいっす。襟のユニフォームってなかなかこれまで着たことなかったですか。初めてです。初めて。どうですか。初めてではないです。いいと思いますね。いいと思いますね、はい、合格を2人いただきましたけれども、楽しいトークありがとうございました。拍手を送りください。ありがとうございました。2023シーズン新ユニフォーム、そしてニューバランスから商品本部アパレル担当の高橋さん、フットウェア担当の石橋さん、そしてマーケティング部 PR 担当の小沢さん、そしてスペシャルゲストをお呼びしてお話を進めてまいりたいと思います。阿部選手です、どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。阿部選手には試合時のユニフォーム一式着用いただきました。まずは2023シーズン新ユニフォームの着心地はいかがでしょうか。最高ですね。去年と引き続き、最高にいいです。襟もついてますよね。今
去年と大きく変わったのはやっぱこの襟が変わってると思うので、まあ、すごいここは僕自身もすごい気に入ってますし、はい、すごいかっこいい、かっこよくデザインできてるなっていうのはちょっとフレッシュな気分になりますよね。また去年と違う気持ちで戦えると思います、はい、今履いていただいているスパイクについて履き心地教えてください。僕自身すごい軽いスパイクを好む選手で、はい、このスパイクはもうめちゃくちゃ軽くて、そして足首も締まるんですけど、そこのやっぱ、締まってくれることによって、まあ、その自分の、プレーにすごい影響が出るんで、うん、足首締まるっていうのはすごい選手としてはすごい嬉しいというかやりやすいっていう感じですかね。で参考にしたのは、クラブからは襟のリクエストがありまして、やっぱりこうドレスアップしたいっていうところと、まあ、クラシック感がニューバランスにあるっていうリクエストがあるのありましたので、かつてニューバランスで契約したセルティックとですね、リバプールの襟のデザインがあったんですけど、それを参考にしながらと作りました。なので見ていただくと、まあ、新しく襟がありまして、でこだわりとしてはここがですね、メッシュのタイプになっています。でニューバランスだと結構ランニングシューズイメージされる方も多いと思うんですけど、まあ、そういった軽量感をですね、ここに最大限生かしています。でちょっとこだわったところは、通常襟ですとここにですね、もう一個ボタンがつくんですね。なので2つボタンでこう、まあ、よくポロシャツだとなるんですけども、今回は1つだけに、ボタンがなくてですね、1つのボタンにしているので、ここ夏場ちょっと開けた時にもこう襟がちょっと立ってかっこよく、まあ、選手の方が着れるような形にしています。阿部選手のちょっと背中をお借りすると、ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。ユールネーバーウォークアローンがですね、今までは結構こうエンブレムの中に隠してたりとか、こう購入された方とか選手の方が感じれるようにインナーに入れてたんですけども、今回あえてクラブの話外に出てまして、ここがですね、まあ、ピッチの中から躍動、するときに、まあ、見える。さらに、まあ、もちろん試合前に皆さん、味の素スタジアムの前後掲示板に流れたで歌を歌われると思うんですけど、それをこうユニフォームとして体験できるような形になっています。ありがとうございました。セカンドのユニフォームはその襟を、まあ、そのまま使うよりもですね、このデザインをスポーティーな形にしたミニポロ襟みたいな形にしていて、それをセカンドに、踏襲しています。パンツの色がですね、今まで、ロイヤルネイビーだったんですけども、今回これをホワイトにしています。なのでかなりセカンドの、まあ、アウェイの試合の時はかなり違った印象になるんじゃないかなというふうに思っています。キーパーに関しても、今回イエローとチームキャロラインだといるのと、チャコールと色になってまして、ここはですねセカンドニューリオもそのまま踏襲しています。なのでこの辺りもですね、まあ、こだわりの方が出てまして、皆さんの方にちょっとお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。阿部選手にちょっとお願いしたいんですけど、ボタンを外した様子見たいっていう方がいらっしゃったんで、ちょっとボタンを外してみて皆さんに感じを見せていただいてもいいですか。なんか襟でいいねとかいろんな方がいらっしゃる。こんな感じです。あ、かっこいい。あ、でも普段使い、サポーターの方がこうやって来てもかっこいいですよね。ね、ボタン閉めてても、はい、開けててもどっちでもかっこいいと思います。アウェーの背中が気になるという方もいらっしゃいますけど、どんな感じでしょう。サイズ感はどれぐらい、さっきおっしゃいましたけどサイズ感は去年と一緒ぐらい。そうですね、寸法上はそんなに変わってないので。なるほど、はい、サイズはどれぐらいまでありますかっていう。サイズは 4XL まで、はい、4XL までドロンパも入る。ドロンパは入らないです。あ、入らないですか。5だったと思います。阿部さん靴下見せてって。靴下ですか。はい、これはかっこいい。うん、どこが入ってる感じですね。はい、サードユニフォームはありますか。そうですね、今のクラブの方ともご相談してるんですけども、はい、まあ、25周年のこの記念っていうのもありまして、はい、まあ、ぜひこの後ご期待いただければというふうに思っています。去年のユニフォームと着心地の違いはありますか。着心地の違いですか、はい、ちょっとここら辺がタイトになったかなっていうのはぐらいですかね。阿部さんも自分がパンパッとしただけあれかもしれないです。そうですね、はい、です。そうですね、まあ、やっぱりこの素晴らしいかっこいいユニフォームとともに、今シーズンはやっぱリーグ優勝というのをめがけてやっていきたいですし、個人としても、昨年以上の結果を出せるように頑張っていきたいなというのは思います。阿部選手、そしてニューバランスの小澤さん、高橋さん、石橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとう。ハートがいっぱいです。今シーズンもよろしくお願いします。バイバーイ。